ませ。いただきます。気に入ったぜ。よし、行くか。ありがとうございました。時間食っちまう。しばらく寝てろ。時間食っちまう。
いらっしゃいませ。ありがとうござ いらっしゃいませ。ありがとうござい。俺のこと睨んだな。
しばらく寝てろ。
時間食っちまった。いっぱいだな。持てない。しばらく寝てろ。しばらく寝てろ。どれにするん？
どれにするん？上流。俺のことにらんだ。どうさせてもらう。しばらく寝てろ。
一度寺に戻りましょう。よろしいですか。ああ、もうやることは全部済んでる。さすがですね。では大阪ともしばしのお別れです。渡瀬の出所を待ちましょう。酒が聞いとった量とちゃう。ええー、からあるだけ持ってこいや。色つけて腹たるわ。おお、鶴の葉、久しぶりやの。あんたも忙しそうやないか。まあな、明日になったらやっと肩の荷下ろせるわ。そうか。頭が戻ったらいよいよ会長も後目譲るやろ。明日の出所祝いはその景気づけや。渡瀬組が忙しになるんはむしろそっからちゃうか。確かに。せやな。けど頭の襲名を一番喜ぶはずやったんは西谷会長や。それが今時勝ち込みでやられた上に上流とかいう犯人も見つからん。ほんま何があったんや。うちでも調べとります。俺も世話になった会長殺されて腹渡にゆっくり帰っとる。世話になった、お前がかいな。なんでっか。なんやおかしなこと言いましたか。俺まあある意味可愛がられとったもんな、お前。西谷会長にじっくりなぶられながらごつなったんやろ。身も心も奴隷にされとったんやな。あの人は関西極道の鏡です。可愛がられて光栄でした。ふん。西谷会長のことは親父も胸痛めとるはずや。明日は明るうて迎えたってくれ。言われんでも分かっとるわい。ほなな。同じ近江の門に嘘つくっちゅんは胸が痛みますね。そんな余裕あるかい。こっちも命がけや。あいつなんか解散宣言聞かされて真っ先にブチ切れよるやつやで。ほんま、明日は誰が何しおるかまるで見えん。久々にヒリヒリしますわ。桐生さんはどないしてる。まだ大道寺一般とこです。これから大阪来るはずで。明日いよいよですね。
キリュウさん。座禅中なんだがな。ええ、ではお構いなく。いいさ。いつでもどこでもできんのが座禅のいいとこだ。大道寺にとって極道の解散は、言ってみればどうでもいいことでした。しかし今になって風向きが変わってきたようです。ん？あなたはご存知かどうか、青木亮という都知事が荻窪先生を追い落とし、後釜として民事党の幹事長になりました。彼こそが表の政治と裏の謀略で近江や東条会に首輪をはめる権力者です。若くして図抜けた力を握ろうとしています。それは大道寺一派にとっても目障りこの上ない。でも明日突然近江連合が解散すれば、青木には深刻なダメージでしょう。つまり？あなたのしている仕事は一派にとっても有益ということです。加えて渡瀬組から受け取った500億の資産ただ飯食いと言われたあなたが誰よりも大道寺に貢献している。そうやって金で手のひら返してると安く見られるぞ。命を救われた恩もある。ま、それは私の個人的な話ですが。どうした？今日は嫌にしようらしいな。部下との密なコミュニケーションは組織運営の基本です。勉強になるよ。まあそんなわけで、今の仕事が済んだら少しのんびりしてくるといいでしょう。私から上の者にあなたへの褒美をねだっておきます。褒美？ここにこもりっぱなしでは息も詰まります。休暇で一人旅なんてどうです？いい気分転換になりますよ。沖縄や神室町はさすがに避けていただきますが、なるべくご希望に沿います。一人旅か。普段はあまり頭にないかもしれません。でも改めて考えれば、一つくらいどこか行きたい場所はあるでしょう。そういや、いつかハワイに行きたいと思ってた。何か思い入れでも？ユミが言ってたんだ。結婚式といえばハワイでしょって、何かのバカ話の時にポロッとな。ユミというのは沢村ユミさんですね。沢村遥の母親、あなたにとっては最愛の女性。七荒昼記念教会。ひまわりという片田舎の養護施設で育ち、夜の街に生きたユミが憧れた場所だ。その教会がハワイに？だから俺は死ぬまでに一度この国から出て、こいつをその場所に届けてやりたいと思っていた。俺が唯一ユミに贈ることができたプレゼントだ。キリュウさんにそんな素敵な思いがあるとは知りませんでした。花は？はい余計なお世話だ。確かに私の悪い癖です。アイスとは結婚を約束していたわけでもね。若い頃俺はずっと思いを伝えられずにいた。やっと口にできたのはあいつの死に際だったんだ。キリュウさん。やっぱり今のは忘れてくれ。ハワイってのもたまたま思い出しただけだ。それにまずは明日を乗り切らねえとな。近江の極道たちを前にいきなり解散を切り出すんだ。何が起きるか分かんねえ。ハワイや旅行先でなくてもいいんです。他に何か欲しいものがあれば何でも。俺は
自分の人生も名前も消した男だ。欲しいものは何もね。もしあったとしてもあんたに用意できるもんじゃねえ。実を言えばあなたが望むものは分かっています。しかし沖縄の子供たちと会わせることだけはできません。ああよく分かってる。やっと来はった。お前も来ていたのか、鶴野。ええ、あんたをお待ちしとったんです。こちらの暇人が上流来るまで待ちたい言うて急に来てな。うちは忙しいっちゅうのにほんま迷惑やったわ。わあ、わあったわあった。うっさい女やの。どうした、何があった。いえ大したことやないんですが、明日の話です。もろもろ説明しとこう思うて。せやけどここじゃなんですから。明日、親父とは蒼天堀の外れにある建築現場で待ち合わせです。親父は無所出たその足で来ますんで、バシッとスーツに着替えてもろうてから近江連合の本部へ向かいます。渡瀬は俺が来ると知ってんのか。ええ、弁護士づてですが、親父にはあんたのこと何もかも知らせとる。俺らが西田にやった時あんたが居合わせとったことも。そうか、その説は騙すような真似してすいませんでした。お前が説明したい話ってのはそっちか。後悔してるわけやない。
やり直せたとしても俺はやっぱり西谷を殺します。ただ騙し討ちであんたに手を汚させといて、あいつは殺すべきクズやった、自分は正しかった言うて詫びも入れんのは、それはあかんと思い直しました。明日をもって俺は何の肩書きもない元ヤクザや。そんなもんに頭下げられたとこであんたにええことは何もあらへん。せやけどほんまにすんませんでした。極道として生きてきたのは俺もお前と同じだ。すんませんじゃ済まないことだらけ。お前だって今本気で許されると思って頭下げてるわけじゃねえだろ。お互いやっちまったことはこの先の人生で背負ってくしかねえ。大宮東上会を解散させたとこでそれは同じだ。要するにそれはお許しいただけへんということで。もういいから頭を上げてくれ。分かった。いえ、許すと言ってくれはるまで俺のこんな頭ずっと下げとったらええんです。じゃあ許す。ほんまでっか。で、話はそれだけか。いえ、一つだけやけど、ええニュースもあります。ん？さっき近江連合の本部に侵入者が現れました。その一人が元東上会の春日一番って男で、桐生さんご存知でっか。最近18年ぶりに無所を出てきたんです。うっすら聞いた記憶はある。18年前は俺も檻の中にいたんだな。別の無所だったが、それより春日はなんでオウムに侵入を。春日はもともと荒川真澄の子分でした。それが出所後、浦島太郎をよろしくカムロ町に戻って、そこで荒川に撃たれたんです。なんだと。その時荒川は近江連合に対して東上界の裏切り者を演じ取ったとこでした。芝居を続けるには元東上界の子分を容赦なく撃つ必要があった。それにそうせな春日は他の近江に殺される可能性が高かったんです。だから荒川はギリギリ殺さんように春日を救うために撃った。大した離れ技じゃねえか。春日はその後荒川の真意やら解散計画のことやら全部知りました。で、おやすさんと慕う荒川の呼びかけに応じて大阪へ出てきたっちゅうわけです。明日解散宣言の時も俺らと一緒に備えてくれる。戦力として期待できんのか。真島五郎と冴島大河相手に互角やったそうです。もちろん春日はもう何人か仲間連れてましたけど。そいつは確かにいいニュースだ。明日うちの親父が解散切り出した時、はっきりどうなるか読めません。信用できるもんはほんの数人。せやけど親父と東上界の六代目はその場の近江全員に宣戦布告する覚悟です。二人を守りきって解散を遂行するんが俺らの仕事や。ああ、いざって時は俺もあいつらの盾になる。その用心棒代込みの500億だったんだろ。恐れ入ります。ほな桐生さんも明日に備えてゆっくり休んでください。